ピアノを弾く手にはバレリーナのように音楽を体現する美しい動きがあります。優雅な夜奏曲には優雅な指さばき、勇ましい行進曲には秩序と強さ。右手と左手が生活の中で違う役割を担うように、それぞれの手にある5本の指はそれぞれ違う長さ、特徴、弱さと強さがあります。ピアノの練習は両手と全ての指に同等の独立性と技量を持つことを目指しながら、それぞれの強さと性格を生かす音楽性をも培っていきます。人材育成と同じです。ピアノ道 with Dr. Pianist は初心者からプロまで歓迎します。火縄銃により剣術の用途が不確かになった時代の武士道のように、ピアノ道ではピアノ奏法を自己鍛錬と啓蒙の方法として、コロナウイルスの不透明な時代のピアニストを応援します。